鈴木の世界戦略者として登場した2代目スイフトをベースに、よりスポーティーに仕立て上げられたモデルがスイフトスポーツだ。ヨーロッパでは3ドアボディだが、日本だけは5ドアボディとなっている。開発はヨーロッパを拠点に行われ、プロトタイプ車両ではなく量産車をベースに進められた。このヨーロッパ流の開発はリリースのタイミングがモデルチェンジより遅れてしまうものの、チューニングの完成度を高めるには不可欠の手法である。テストコースだけでなく、さまざまな路面で膨大なテストを繰り返しているのが大きな強みだ。ヨーロッパで開発したことのもう一つのメリットは、開発にテネコ社の協力を得たことだ。モンローというブランドで知られる彼らのノウハウがスイフトスポーツの走りを本格的なものに仕上げている。エンジンは 1.6 リットルの LA で、単造ピストンや VVT を組み合わせ高回転型へチューニングされている。2007年のマイナーチェンジではパワースペックは変わらないものの、レブリミットが7000回転から7500回転へと引き上げられた。また5速マニュアルもクロスレシオとしたことで、そのパワーをより楽しめるものとしている。ヨーロッパでは常識化している ESP を標準装備するなど、あらゆる部分でレベルアップ。それまで赤いカラーがいろいろな場所に配置されていたインテリアも、マイナーチェンジで赤が少なくなり、落ち着いた印象となっている。日本に残った唯一の和製ホットハッチとして大きな存在感を示した一台だ。